ファーザーには2009年4月16日にエレクトロニックアーツから発売されたクライムアクションゲームである。1974年に制作された映画ゴッドファーザーパート2を元にしたものである。対応機種はプレイステーション3、XBOX360 とマイクロソフトウィンドウズ。2006年に販売されたゴッドファーザーの続編でもある。 物語の舞台は1958年から1959年のニューヨーク、マイアミ、キューバの首都ハバナである。マップは簡略されているが、当時の街並みを再現している。1958年12月31日に、主人公、ドミニクやファミリーのメンバーが、キューバ滞在中に、当時のバチスタ政権が革命軍によって倒される、キューバ革命が起きる。 戦火から逃れるため、急いで空港へと向かうが道中に、革命軍と戦闘になりつつも、無事に空港へたどり着くが到着後、待機していた旅客機に向かう最中に、ファミリーのボスが革命軍のスナイパーによって射殺されてしまう。それでもドミニクは、ドンマイケルコルレオーネとフレドを連れて旅客機に乗り込み、アメリカへ帰国。しかしボスを失い、後ろ盾をなくしたドミニクは、 ドン・マイケル・コルレオーネからファミリーのボスに任命される。ボスとなったドミニクはニューヨーク、マイアミ、キューバを股にかけ、コルレオーネファミリーの勢力拡大のために敵対ファミリーとの交渉に注力することになる。ドミニク本作の主人公、コルレオーネファミリーの幹部、ドン・マイケル・コルレオーネ・コルレオーネファミリーのドン、ドミニクに多大な信頼を寄せている。フレド・マイケルの兄弟、 ストーリー中盤でマイケルを裏切ってしまう。トム・ハーゲン・ドミニクの相談役。主人公に色々なアドバイスをする。ハイマンドス・マイアミに居住する人物でマフィアの大物。キューバ政府の協力者でありストーリーの最終にマイアミ空港にてドミニクに殺害される。ミッチェル CIA のエージェント。フィデル・カストロ国家評議会議長の暗殺をドミニクに。 依頼するが、ストーリー終盤で殺害される。アルメーダ・コルレオーネファミリーの敵対組織のリーダー。ハバナ郊外に大きな指定があるが、ストーリー終盤にドミニクに爆破され自身も死亡する。フィデル・カストロ・キューバの国家評議会議長。宮殿でドミニクに銃で撃たれ負傷するが幸い命を取り留めた。各レベルを上げることで性能が向上する。全部で3段階ある。 通常のピストル、小音銃、デルタイム1911がある。殺傷能力が高い。357マグナム、44マグナム、501マグナムがある。至近距離からの攻撃に最適。通常のショットガン、ソードオフ、スコフィールドがある。トミーガントミーガン、MP38、AK47 がある。スピッツァー、SR-98 がある。 スナイパーライフル。殺傷能力は比較的高い。設置後数秒で爆発する。威力は高いが敵に向かって投げると逃げるので使い勝手は良くない。こちらも仕掛けて数秒後に爆発する。殺傷能力は爆弾と変わらない。ロープ以外はフロリダにあるベリーシチアで買うことができる。連続して使い続けると壊れる。 背後から相手に気づかれないように殺害するために使う武器。一部敵が所持している。警察官が所持している以外に警察署に置いてある。バール拾って投げる使い捨ての武器。エリアにより走っている車が違う。ビューイックスーパー主人公の自宅やコルレオーネ各組織の屋敷に駐車されている。走行車仕様も存在する。 メルセデスベンツ230プリムスサボイイエローキャブスポーツカー2度アシャトラックカイマイナス100ピックアップトラック GMC1 トン小型トラックタンクローリーレッカー車タイプとが存在するダジッコロネット警察車両手配された際に警察官が乗ってくるニューヨークとマイアミの警察署に駐車されているスワット隊員の輸送番 最終ミッションのみ登場する。キューバ革命軍が使用している輸送トラック。手配された際に兵士が乗ってくる。アルメーダの自宅や警察署に駐車されている。ユスマイナス469キューバ革命軍の偵察用のジープ。この車も手配された際に兵士が乗ってくる以外にも、アルメーダの自宅に駐車されていたり警察署に止められている。3都市により異なる曲が流れる。 ラテンジャズ、ありがとうございます。